人間の命はずっと短いのだよ。おばあさまに止められても人魚姫はやっぱり人間になりたいと思いました。そこで海の渦の向こうに住む恐ろしい魔法使いのところへ行きました。よし、いいとも、人間なる薬を作ってあげよう。あんたの足が取れて、足が生えてくるようにね。だがあんたは歩くたびに鋭いナイフを踏むように足が痛むだろう。おまけに二度と人魚には戻れないよ。それにもし王子が他の誰かと結婚したら、次の朝あんたは水の上の泡になってしまうのさ。ええ、それでも構わないわ。では薬をあげるがね、代わりにあんたの綺麗な声をもらうよ。人魚姫は自分の声と魔法の薬を取り替えました。